はい、皆さんこんにちは、高橋ケイです。この音声のシリーズではアメリカから雑談を取っておりました。その今日はですね、その後第1弾ということで、まあ帰国してからですね、どんぐらい半年ぐらい経ったのかな。4月に帰国したので5、6、7、8、9、まあそろそろ10になるので、まあ半年ぐらい経ちましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。お久しぶりです。今日はですね、アメリカから帰ってきまして、ちょっと話したいことがあるので、それを話してみようかなと思って、久しぶりに音声を上げてみようと思います。で、今日の内容なんですが、まあ、いつものように下に書いてあるんですけれども、アメリカ、ウェルズファーゴ銀行が閉められないという話を一つしたいと思います。というか、これがメインです。で、その話をして、実はですね、5月から日系企業に初めて勤めてますので、まあ、ちょっとその話で、まあ、こんなことが面白いよっていうような話を、コンプライアンスが許す範囲でですね、語ってみようと思います。まあ、大丈夫でしょう。で、その二つを比較して、一体全体ちょうどいい国というのは僕らにとってないのだろうかという話をしてみたいと思っています。はい。で、ちなみにですね、今、ツイキャスの方でも撮っていますので、ツイキャスで、コメントしてくださる方はコメントしていただいても大丈夫ですが、積極的に、反応していこうと思いますので、よろしくお願いします。でですね、まあ、早速内容に入っていきたいんですけれども、アメリカのね、銀行を閉められないんですよ。ウェルスファーゴ銀行を使ってるんですけど、まだ閉められてなくて、まだってだってもう5ヶ月経ってるじゃないですか。もういい加減いらないやん。あえて残しとくっていう人もいると思うんだけど、俺は別にそうは思っていないので、パッと閉めたらいいやんと思って、もう3月のいつぐらい？もう初めの方でもう閉める算段をいろいろつけてたわけですよ。こうやって閉めて、この日程で閉めますと。で、全額引き下ろして、で、その全額を持ってそのまんま、その持った現金のまんま日本に帰りますみたいな。その瞬間超怖いけど。で、それで帰りますみたいなことをやっていたんですが、4月の2日に、またそのウェルズファーゴ銀行の開いた支店に行って、まあ、ブランチですか、英語で言うと。ブランチに行って、で、現金を全部引き落として、怖えーと思って、100万ぐらいあるじゃん。怖えーと思って、うわ、こんなに、と思って。しかも、アメリカのお金だからおもちゃみたいとか思って。で、それを、ちゃんとこう、閉める手続きのサインとかして、で、その閉めるときにもちょっとゴタゴタしてさ、だってもう、4月2日だからビザ切れてるわけですよ。ビザ3月の31日までとかだったので、ビザが切れてるんですよ。で、ビザが切れてるから、これはなんかなんとかの手続きはなんとかだとかって言い始めて、でもなんか、結局偉い人が出てきて、あ、これは大丈夫。その期間の1ヶ月以内だったら、これは、有効なんだよ、とかって言い始めて、で、もう帰るから、つって帰ってきたわけです。したらですね、なんと4月の10日ぐらいにですね、もうちょっと、詳しい時期を覚えてないんですが、まあ、銀行の、インターネットの方に行けば、すぐ、いつだったか、ちゃんとわかりますが、4月の10日ぐらいだったと思う。4月の10日ぐらいに、ミネソタ大がですね、間違って給与約1300ドルを支払いました。私2週間に一遍給与をもらっていまして、それがですね、1300ドルじゃぴったりではないんですが、まあ、プラスちょっとあるんですが、1300ドルぐらいを、2週間に一遍もらってまして、それをですね、3月の終わりに、3日前ぐらいかな、3月の終わりに、そのもう事前にもらってたんですよ。こう、給与を。その先払いできるっていうようなシステムを使って、でそれわざわざその先払いしてもらうためにペイロールっていう、そのね、アメリカの大学って広いので、ミネソタ大も広いので、ライトレールでその電車でね、一駅違うんですよ。でその電車に乗って行って、寒い中よ、マイナス、その時はマイナス15度ぐらいだったと思うけど、マイナス15度とかの中、寒い中歩いて行って、でペイロールでこう、先払いお願いしますとかってやって、で、お願いしますってやったのにもかかわらず、4月10日にですね、ミネソタ大が間違って振り込みやがったんですよ。もうこれがですね、すべての、ごたごたの、始まりなわけです。で、
まあ、それで、まあ、俺知らねえよって話じゃん、そんなの。もう俺関係ねえしとか思うじゃん、はっきり言って。で、思ってたんですけど、実はあなたに関係ありますみたいな話が出てくるわけですよ。それはどうしてかっていうとですね、実はミネソタ大じゃない、ごめんなさい、ウェルスファーゴ銀行が手数料の2ドルを忘れていたというようなことがありまして、その振り込まれた1300ドル、まあぴったりじゃないんですが、1300ドルぐらいから2ドルをですね、引き上がったんですよ。そうするとですね、困ったことにミネソタ大がすぐキャッシュバックができないみたいな感じになったわけですね。で、返してくれみたいなことでメールが来るわけですよ。返してくれっつったってもう俺帰国してるよみたいな。で、まあ言うたらその時期って割とほら、日本に帰ってきてダラダラしたいっていうかさ、いやー日本に帰ってきたなーみたいな、ラーメン食おうとか、なんだろう、普通に、あ、定食超うめーとかやってる頃じゃん。で、そんなのはっきり言って知らねえじゃん。だから、いや、メールして、ミネソタ大に。いや、もう銀行は4月2日に閉めたと。だから俺は知らねえと。それはもう勝手にやってくれと。アメリカ、It's up to you だぜみたいな感じで返したわけですよ。で、なんとかってまた来て、で、その、なんか電話してくれみたいなこと言うわけよ。いや、でも電話はクソ高いから、その時まだ分かってなかったけど、確か30秒で20円とかなんですよ。高いじゃん、そんな。無理だと。で、どうせ、その、なんかやりとりやってりゃ30分とか喋っちゃうわけだから、もうそれだけでいくらって話じゃないですか。なので、それはできないと。というようなことを、ミネソタ大に返したら、もうしばらく音沙汰がなかったんですよ。俺がそのメール出してあげて、向こうからメールが来てたんだけど、で、向こうでも、無視をしたので、あ、もういいのかなと思って。あ、もう、なんかもう、大丈夫みたいな。勝手にそっちでやってみたいな感じで、ちょっとほったらかしといたんですよ。で、まあでも、このまんま銀行の口座がそのまんまあると、ちょっと困った時代があって、8月にタックスリターン返ってくるなと思って、修正が。で、俺の予定では俺っていうか、俺とアメリカ人の友達とちょっといろいろ相談して、タックスリターンどうやって返すのがいいかなと思ってたんだけど、その銀行が閉まってれば、ペーパーチェックで、俺のところに郵送で来るみたいなことが書いてあったのよ。だから、銀行閉まっては大丈夫みたいな感じの予定だったのね、俺的には。だけど、結局8月までずっと口座にそれがありやがって、8月にタックスリターンが振り込まれちゃったんですよ、俺の口座に。何してくれてんのみたいな。何考えてんのみたいな感じじゃん。で、なんでそれだけミネソタ大適当にしてんのみたいな。で、はっきり言って俺何にも割れてないし、俺、なんかもう確実に閉めるっつってるわけじゃん。閉めるっつってて、で、ミネソタ大が勝手に振り込んで、勝手に俺に返してくれって言われても、俺閉めたよと。もうそういうことしたくないから、わざわざアメリカのその3月ぐらいの時に、アメリカで3月ぐらいの時に、いろいろ手続きをして、寒い中いろいろやって、で、そんなリスクも背負って、100万円ぐらい現金で持って帰ってくるって相当リスクじゃん。それもやって、で、来たわけですよ。にもかかわらず、みたいな。そんな知らないよ、みたいな話じゃん。もうアメリカが勝手にやってよ、みたいな。君らのミスだからっていう、俺的には。2ドルも聞いてないし、俺だって全額引き落として、日本に帰るんだとかって言ってんだから、ブランチの人に。したらさ、担当の黒人の人もさ、ああ、そうなんだ、日本から来たんだ、日本はさ、こういう国だよね、みたいな。で、さ、アメリカってでも最低じゃない、原爆落としてるじゃん、みたいな話をしてるわけ、ブランチの人と。だからもう、意思疎通はできてんじゃん。俺完全に帰るよ、みたいな。で、そういう感じになってたわけよ。で、もうしょうがないから、どうすればいいのって聞いたら、お前がもう電話するしかないと。その、ウェルスファーゴ銀行に。で、事情を英語で話せと。で、事情を英語で話して、ミネソタ大にいくらいくら返せと。で、ペーパーチェックをうちまで送れと。っていうようなことを、お前が言うしかない。その、ウェルスファーゴ銀行は個人としか話さないから。みたいなことをまたミネソタ大から来て、ミネソタ大っていうか秘書さんから来て、で、また、みたいな。なんで俺のミスじゃないのに、俺が日本の金払って電話しなきゃいけないのみたいな。インターナショナル、テレフォンを使って。で、なんでみたいな。まあ、そんな感じだったわけですよ。でももう、しょうがないから。もう、ストレスじゃん、そんなの。また訴えられるとかかもしんないから、わかんない。怖いじゃん。だから、とりあえず、ウェルスファーゴの日本支店に電話したんですよ。したら、日本支店は、いや、うちの会社じゃないんで、的な手をずっと出してくるんですよ。
え、でもウェルスファーゴ釣ってんじゃんみたいな。だけど、その銀行的な、なんて言えばいいのかな。銀行としての多分振る舞いができないんだと思うのよ。普通のこの、なんていうの、証券会社的な振る舞いで、銀行としての振る舞いができないみたいな感じだと思うのね。多分俺の予想ね。こう間違ってたらごめんね。だけど、多分そういう感じなんで。で、その人に結構聞いて、結局どうなるんですかこれずっとほったらかしといたら。つったら、いや、さすがに2、3ヶ月ではどうにもなんないですけど、最終的には、州が没収しちゃうと思いますっていうわけよ。でもさ、じゃあ、それで OK じゃんかって俺はその時思ったの。なんでかっていうと、ミネソタ大は、なんだろう、州立大学じゃないですか。だから、州立大が給料払ってるでしょ。で、それが、振り込まれて、で、タックスリターンが返って、まあ、タックスリターンならさ、800ドルは返ってきてほしいけど、まあ、それはどうでもいいとして、まあ、別に俺も働いてるからさ、まあ、いっちゃいいじゃん。で、そんな返ってくるかどうかもわかんない800ドルよりは、まあ、その場でというか、ここで日銭稼いだ方がまだコスパいいわけじゃん。で、まあ、そういうふうに思って、まあ、ほっときゃ、その、州、ミネソタ州でどうにかするんだろうみたいな。その、セルフでこう、別にお金的にはトントンだろうって思ってたわけですよ。で、まあ、でも、もう電話してくれって言うから、まあ、一回ぐらいインターナショナルコーリングしてもいいかと思って、その、経験としてね、まあ、それも面白いかと思って、電話したわけですよ。自腹ですよ、これ。人の間違いに対して。なんで人の間違いを俺自腹で払わなきゃいけないのかなとか思いながら。で、払ったんですよ。払ったっていうか、電話したんですよ。電話したらさ、電話したらさ、もうふざけんなって話で、本人確認ができないって言われるのよ。マイク、それ2回ぐらい俺電話したのね。最初に電話して、もう怖いから、トランスレーター用意しろと。もう日本語、ウェルスファーゴ銀行ってトランスレーター用意してくれるから、日本人だと。俺は日本人で日本語しか喋れないから、トランスレーター用意して、返してくれと。お、これ複雑じゃん、だって。ミネソタ大が給料払って、でもそれは間違いで、で、ウェルスファーゴ銀行が2ドルの手数料を引いて、それでキャッシュバックできないからそのままになってて、で、それが、みたいな、もう超めんどくさいじゃん。で、なので、しょうがないので、トランスレーターを返して話そうと思ったっけ。したら、本人確認ができないって言われるんですね。で、最初にね、必ず、あれを聞かれるのよ。US フォンナンバーを。で、US フォンナンバーって言われてもさ、俺はもうアメリカで携帯電話持ってないじゃん。で、それを登録してたんだけど、いやもう俺、日本に帰ってきてるから、アメリカの電話番号なんか持ってないよ、みたいな。じゃあ、なんとかはって言って、ログインと ID みたいな、インターネットのさ、ID のやつは全部見れるから、ログインパスワードとそれを言って、で、これでいいでしょ、みたいな。で、俺、なんやったらソーシャルセキュリティ番号も言うから、大丈夫だよ、みたいなこと言っても、それだと本人確認がなんとかって言い始めるわけよ。で、結局、なんだろうな、なんか、3つの質問があって、それに答えてくださいみたいなこと言われるわけ。その3つの質問が意味わかんなくて、2015年に君は、アメリカの、獣医に関する、獣医ね、獣医師とか、獣医 学部とかの獣医ね、獣医に関する保険を、取ってたとしたら、この次の3つのうちからどれですかみたいなことを言うわけよ。そしても、そんなのさ、どれも取ってない決まってんじゃん、そんなの。俺、そんな2015年とかアメリカと何の縁もゆかりもないし。で、いや、それも全部違いますとかっていうと、必要な情報を入手してから電話かけてきてくださいとかっていうわけ。で、ふざけんなっちゅうわけよ。で、だってさ、ウェルスファーゴからさ、手紙も来てて、ここに電話してくれみたいなこと言われてて、で、ここにすぐ電話してくれみたいなことも書いてあるわけ。で、どうすんのみたいな。クローズできないんだけど、まだ預金口座に、現金が残ってるから、クローズできないんだけど、どうすんのみたいな。すぐ電話してみたいな。これは書いてあるわけよ。で、アメリカ人って、なんて言うかな、基本電話タダだと思ってんだよ。ここがね、ややこしいところで、アメリカ人って自分のことしか考えてないので、アメリカ国内ではタダだし、とか思ってるわけ。で、ここがね、アメリカの非常に、良くない点で、自分たちがね、グローバルスタンダードだと思いすぎてるんだよね。この音声のシリーズの中で結構言ってるんだけど。俺らがグローバルスタンダードだもんね。そんなの関係ないもんね、みたいなのが、もう、ガンガンなんですよ。なので、そんなお前が日本にいるから悪いんじゃん。日本にいるから、国際電話でお金がかさむだけじゃん。アメリカにいればそんなことないのに。みたいな手を出してくるわけ、ずっと。で、もうプッツーン来てるところに、またミネソタ大からですね、今度その
秘書さんじゃなくてペイロールっていうその給与を出すところの事務局の人から今度また手紙っていうかメールが来て、で12月までに返さないとその税金分、その1300ドル、手取りで1300ドルなので給与は2週間に一遍1300ドルもらったんですよ。で、それ手取りなので、そうじゃなくて税金分、つまり1800ドル分ぐらいを追加して支払わないといけないですよ、12月までに返さないとみたいなこと言ってくるんですよ。そんなん知らないやーっていう感じやん。で、っていうようなメールを、その指導教員の先生2人と、あと、まあ、アメリカでかなりよくしてくれてる友達、その研究室にいる、テクニシャンの男だけど、なんかそういうのと一緒にこう、CC で投げて、もうふざけんなよ、みたいな。俺は別、だってあなたの間違いのためにどうして俺がお金を準備しなきゃいけないんですかみたいなメールを返して、現在に至ると。で、ついですね、一昨日ぐらいにミネソタ大経由で銀行から手紙が来まして、この紙の、この用紙に、送金をするの、そのサインとか、それをして、それを書いて送れば大丈夫だよとかって言われてるんだけど、なんか感覚が麻痺してきてさ、最初の頃だったらなんでこれを、俺が手紙を送るそのお金とか出さなきゃいけないのかなとか思ってたんだけど、もう最近、それで済むんだったら、まあいいかと思ってる自分がいたりとかして、なんかもう、まあしょうがないよな、みたいな、なんか感じになってるんだけど、すげえなと思って、このアメリカの適当さ加減。だってさ、いや、何回も同じこと言っちゃってるかもしれないけど、だって俺3月に、その前払いの手続き、わざわざペイロールっていう、その給与支払うビルディングに行って、申請してんだよ。申請してんにもかかわらず、4月に普通に間違って入れちゃったわ、みたいな。で、銀行も銀行で受け取ったわ、で、受け取っただけではなく、あ、手数料の2ドルを、その、ブランチのやつが間違ってたみたいだから、2ドルまた引いといたわ、みたいな。なんだこの適当さは、と思って、お金に関しての。本当に訴訟大国かって思いながら、過ごしていました。すごいよね。だって、自分の間違いなのに、他人の責任にして、お前どうにかしろよ、みたいな。ね、この国はね、原爆落とすなと思うよ、俺は。もう申し訳ないけど、この国は原爆を落とすよ。だってもう、なんか、すごいじゃん。自分のミスじゃないかのように振る舞うから、I'm sorry とか絶対言わないしね。そういうのに対しても。もうまるで俺が悪いかのような文章を書いてくるし、なんか、なんでお前早くしないんだよ、みたいな手で手紙もメールも出してくるので、すげえなと思って。やっぱ、まあ、こういう国と戦っていかなきゃいけないっていうのは、日本は大変だなっていう感じがして。まあ、なかなかやっぱり奴隷になっちゃうよね、アメリカのね。これ、この体でさ、捕鯨とか言われるんだぜ。調査捕鯨はやめろとか言われるんで、この体で。で、調査捕鯨なんかさ、日本が取ってるし悪いみたいな感じになるじゃん。まあね、確かに、まあやめとくかっていう感じになるよね。まあ日本人って本当大人だからみんな。ちゃんとしてるじゃん。だから、そのアメリカ人みたいにさ、自分の間違いを他人のせいにして平気な面してらんないから。日本人はそういうところはないので、まあなかなか難しいんじゃないかなって思っているのが、最近です。で、まあ、とりあえず手紙を書いて送ればいいので、それでいいかなと思っています。という感じなわけです。ということで、最初の話をそろそろ終えてですね、今の最初の話がアメリカのウェルスファーゴ銀行が閉められないという現状の話でした。で、これに関しては多分、また後日というか、こんな感じになりましたっていうのを、まあ、いつになるか分かんないけど、お伝えしますので、っていうか、最終的にはですね、ここに全部手紙とかね、メールとか全部出してやろうと思ってるんで、かなりプッツンってきてますので、ここに全部出してやろうと思ってますので、それも、まあ、全部終わるまではちょっとできないかなと思ってるんですが、全部終わったら全部ここに出しますので、交互期待ということで、よろしくお願いします。というわけで、2番目の話に行きましょう。この音声のシリーズではですね、前から、引き続き聞いてる方は皆さん分かってると思うんですが、いくつかの話をしてそれをつなげるという話をしています。で、次の話をしたいんですけれども、まあ、日系企業に勤めて、5ヶ月ぐらいが経ってるわけですが、まあね、すごいよね。何がすごいってね、やっぱ正社員っていうのはすごいよね。正社員っていうのはすごくてさ、だって何やっても、まあほぼ何やってもクビにならないからね。だからこれはね、すごい。だってもう、どう思われてもいいもんって思っちゃう。まあ俺、なんかなんだろう。言うたらその、
非正規雇用の時もどう思われてもいいやっていうのは思ってたのよ。でも一応やっぱり次のポストとか評価とかそういうのはあるから、こんな俺でも一応ちょっと気使った方がいいかなみたいなのはあるわけだけど、正社員だから一切ないよね。もうどんどん嫌ってみたいな嫌ってもいいから自分の得になることをそのまま冷酷にできるっていうところが正社員ってすげえなと思うんだけど、まあやっぱみんなすげえ仲良くするよね。もう俺はよくわかんないけど、だって仲良くする意味がないじゃんと思っちゃう。仲良く、いや、なんだろう、自分が仲良くしたいような人には仲良くするんですけど、俺も全然だけど、特に別にどっちでもいいやっていうような人に対してさ、頑張ってする意味がないと思ってるので、もうたくさん友達もいるし、たくさん仲間もいるし、うん、面白いやつもいるわけじゃん、田中くんも筆頭に。だからまあいいやって思っちゃうところがあったりするわけですよ。で、まあここ2ヶ月ぐらいすごいなと思ったのは NDA って言ってさ、秘密保持契約ってやつがあるんですよ。まあ他の企業と連携して何かやる際に、その秘密、ここの部分は秘密にしましょうねみたいな契約をするのを NDA とか、秘密保持契約とかって言ったりするんだけど、それを出すのにさ、まあ要するに出すのに、そのいろんな人の印が必要だったりするわけじゃん。で、それがさ、すごいんだよ。12個も印が必要なわけ。これはね、もうすごいよ。やっぱもういろんな人がさ、いろんなこと言ってくんじゃん。これはどこなんですか、これはなんとかなんですか、これは大丈夫なんですかみたいなのを俺に言ってくんじゃん。で、俺としてはさ、もう正社員だから、その業績を出すことに対して急いでないじゃん。だから、どんなに遅れても俺はどうでもいいわけよ。そう、俺は別にさ、なんかみんなそういう時ってすげえ勘違いしてて、俺がこの企業と NDA 契約を結ばなきゃいけないですねみたいなことを言うと、なんか俺がやりたいと思ってるんだよね、みんなね。全然俺やりたくないから。だって俺がやりたいわけないじゃん。会社の利益になるかなと思ってるから提案してるだけであって、俺がやりたいわけではないから。ってするとさ、その会社がガンガン遅れる分には俺としてはまあいいやって思うわけよ。まあその分こうなんかこういう実験もできないし、こういうこともできないし、これでこうやって遅れるけど、もう別に俺のせいじゃないしなみたいな。で、別に俺にそれが返ってくるわけでもないし、まあ別に俺は全然いいよみたいな感じになるでしょ。で、それでね、結局そのたかが NDA を結ぶだけで12個ハンコがいて、その誰かがなんとかってまたうるさいこと言ったらしくて、それも別に俺もどうでもいいんだけど、で、言ったらしくて、で、それでかかるじゃん。時間がわーってかかって、2ヶ月ぐらいできてないんだよね。で、まだできてないからね。だから、面白いでしょ。で、すごいなと思って、こんなに、だって、その、まあ、理系的なスタンスでいけばさ、もう最速でやってるわけよ。これ出してくださいって言われて、なんとか、はい、出しますみたいな感じでやってるわけ。にもかかわらず、その、まあ、文系の人たちがさ、なんかいろいろ言ったりとか、その、なんか上の人たち、まあ理系だったんだけど、もう理系じゃないみたいな感じの人たちが、なんかいろいろ言って、その、遅れるじゃん。すげえなと思って。もう、こりゃあね、アメリカに負けるよ。だってアメリカはさ、早いじゃん。その、一人の判断で、まあいいよ、1300ドル、給料払うよ、みたいな感じでやるわけじゃん。で、適当にやって、で、間違えちゃった。でもいいよ、お前のせいだ。みたいな。早く返せよ、1300ドル。ざけんなよ。俺のミス、いや、知らねえよ。俺のミスじゃねえよ。みたいな感じの手を出してくるわけじゃん。で、たとえ間違えたとしても個人の責任に押し合ってどうにかしようとするアメリカに対して、日本は、これは危ないんじゃないか、とかって言いながら。これは違うんじゃないかとかって言って、もう、なんていうのかな小学生みたいなことしてるだけなのに、おっさんたちが偉そうになって、それハンコ押すか押さないかみたいなことをやるわけでしょ。それめちゃくちゃ面白いなと思って、そんなんで勝てるわけないじゃんと思うわけですよ。この日米の違いをさ、比較すると。で、まあ、なんだろう。どっちがいいっていう話で、皆さんどっちがいいですかっていうのを俺は結構聞きたくて。つまり、アメリカはですね、割と適当な処理をします。で、適当な処理をして、何かミスがあったら個人の責任にするっていうのが、割とアメリカのやり方です。で、そういうのがいいか、日本みたいに精緻な処理をしようとして、時間がかかりまくるっていうのがいいか、まあ、皆さんどっちがいいですかっていう話なわけなんですけど、どっちがいいんだろうね。なかなか難しいんだよね。で、前にね、俺がブログとか、まあ、この音声でも何回か紹介したことあるんだけど、EMI 理論って言って、エネルギーと質量と情報が同じになるっていう、その理屈があるでしょ。で、まあ、それでこれも同じように考えられるわけですけど、それで考えるとですね、非常に単純で、使い勝手と質の駆け引き計算なんですよ。で、
どっちかっていうと使い勝手がいい方が時間がかからなくて、で間違った時でも個人の責任にするから組織は困らないみたいなやり方をしてるのがアメリカなんだよね。でみんながそれがいいのだとすると、何やったら世界ってそっちが勝っていっちゃってるような風習すらあるから、なかなかこれは日本は勝てないんじゃないかっていう、その思い切ってさ、まあ日本にね、日本のそれに言いたいのは、分からないことは分からないって言った方がいいと思うけどね。これ俺分からないから責任取れないから、これこんなにいいもんす必要ないと思うんだけどって誰かが言わなきゃいけないんだけど、まあ言わないという。で別に俺も急いでるわけじゃないし、俺はもう正社員だから、急がなくてもいいと思ってるし。で、急がなくてもいいと思ってるけど、組織のために、俺ができることは最大限早くしてやってるわけよ。だけど、なんか、まあ、それでいいんだったらいいやってなっちゃうわけじゃん。そうすると、まあ、なかなか勝っていけないよね。だからやっぱり、個人の実力をつけてっていうのが非常に重要になってきて、だけどアメリカみたいなやり方はやっぱりクズだから、それはそれでどうなのかなって思ったりするわけです。ちゅうわけで、長くなりましたけれども、今日はですね、アメリカのウェルスファーゴ銀行が閉められないという話と、日系企業の、煩雑さという話をしてみたのと、で、その2つを比較してちょうどいい国ってないのかなっていうような話をしてみましたが、いかがだったでしょうか。またですね、この続きは話そうと思いますので、ぜひチェケラしていただけると幸いです。ということで、面白いと思ってくださった方は、グッドボタンを押してくださると幸いです。また、チャンネル登録も募集しておりますので、よろしくお願いします。では、またね。